はい、お疲れ様です。塗り替え道場の寺西です。今回なんですけど、職長って聞いたことありますか？現場のもうリーダーです。現場のリーダーかつその、会社としてチームがあるんだったらそのチームの、リーダーになるんですけど、僕は塗装業やってました。塗装業をやってます。で、塗装職人として、8年ぐらい、個人経営の会社で個人店で職人をやってました。で、その職人をやってて、9年目ぐらいの時に、塗り替え道場、うちですね、うちの会社塗り替え道場、ちょっと東海でも結構大きくやってる会社なんですけど、そこに入社しました。で、入社して1年半ぐらいで何度チャンスが訪れます。そのチャンスっていうのが職長になるチャンスだったんですけど、もともと僕職長とかやりたいな、やりたいかやりたくないかって言ったら、全然やりたくなかった方です。で、でも結果的に職長やってみて、本当にいい経験させていただいたし、めちゃくちゃ失敗しました。で、今回ね、職長になっても失敗したことをちょっと暴露していきたいと思ってますんで、見てください。はい。まず、サムネにもある通り、人がどんどん辞めました。本当僕の失敗談なんですけど、まず職長になって、もういろん、自分の作業以外にもやっぱ追われるんですよ。やっぱりその自分の作業はまずその合格ラインに行かないといけない。でも周りは合格ラインに行ってなかったら、その周りの子もやっぱレベルアップさせてあげないといけない。で、なおかつ数字も見ないといけない。営業さんや店長さんとのやり取りも。結構大変なんですよ、思ってるより。で、僕もすごい舐めてて、職長のこと。最初になったら、自分の立場だけ上がって、もう鼻伸びちゃって天狗になったみたいな。もうそんな状況だったんですけど。で、僕がまず最初にやった失敗っていうのが、数字ばっか追ったことですね。数字っていうのは、売り上げのことです。塗装の現場をどんどん入れてって。自分たちのチームの身に余るような、物量をですね、塗装班の方で請け負ってたんですよ。で、それっていうのは足場班、シーリング班って同じ会社内で班があるんですけど、そこでやっぱ競争になっちゃうんですよね。塗装班全然数字上がってないじゃないかって言ったら、やっぱ僕のイメージも悪くなっちゃう。本当自分のことを考えてたんで、僕のイメージは悪くなっちゃう。前の職長の時の方が良かったって言われたのが、やっぱ一番悔しいことなんで、もうとにかくその売り上げが一番で、物量どんどん増やしました。で、その当時にいた人数っていうのが12、3名、多くて12、3名までいて、17歳の職人、16歳の職人もいて、まだ一人前になってない職人の方が多かったんですけど、でもその中でやっぱリーダーっていうのを立てていくんですよ。やっぱリーダーに僕が言ってたのは、もう本当売上げ上げを、数字上げを、もうそれがみんなの幸せだと本当に僕勘違いしてたんですよ。で、そうすると僕の中で思ってたことは、いっぱい売上げを上げる。そうすると、やっぱり利益も膨らんで、利益じゃない。いっぱい売り上げを上げると、やっぱりその塗装班で例えば何百万やってった。今月何百万売り上げ上げた。で、利益もこんだけ出てる。ってなったら、みんなの給料が上がるじゃないですか。そうすることによってみんなが絶対幸せになると本当思ってたんですよ。で、とにかく下の意見は聞かない。自分のやりたいようにやる。それでずっとやってきて、物量をどんどん増やしていきました。そしたらやっぱりその身に余るような物流をやってたので、やっぱ職人たちが偉いって言うんですよね。他のリーダーとかもね言うんですけど、その意見に僕は耳を全然傾けなくてですね、とにかく塗装班っていうのをどんどん上に上げて、俺が入ったから塗装班めちゃくちゃ売り上げ上がったよねって言わしたかったんですよね。もう本当自己満足の世界ですし、周りも全然見えてない状態なんですけど、本当僕にはそれしかなかったです。初発。本当に職長やって半年ぐらいずっとそれありました。で、そうすると、どんどん人が辞めていくんですよ。でも僕の考えは、もう自分についていけないんだったらもういらないし、周りから結構言われてたんですけど、お前、寺西君もうちょっと考え方考えた方がいいよみたいな。もう周りが見えてないよ。下ついてきてないよって。下ついてきてないよっていう言葉に僕も本当に耳を傾けなくてですね。自分がやりたいように、自分がやってることこそが正義だ、自分がやってることがみんなが喜ぶ結果につながるって本気で思ってたんですよ。で、どんどん人辞めてって、僕はどっちかって言ったら辞めてった子に対して、
自分がいけないから辞めてったっていうんじゃなくて脱落者が出たって僕思っちゃってました本当に。でその脱落者っていうのは自分のやりたいことについていけない人間は僕はいらない、そういうふうに判断してたんですよ。で数字がその時に数字をとりあえず一番の目標に置いてたんですけど、その時まあ計まあ1年半ぐらいずっと職長やってたんですけど、結果的には数字は後半は上がりました。でも初発その数字をめちゃくちゃ大事にしてたんですけど、その数字に追ってた時は数字出なかったんですよ。数字出ない人が辞める、もうダブルで赤字ですよね。例えば半人前の職人さんが来てもらう、僕たちが育てる、育ててからやっとそこからお金を生む職人になると思うんですけど、そこにも至ってないで辞めちゃうってことは、赤字で雇ってるのに職人は逃げちゃう、そんな状況だったら現場もぐちゃぐちゃになっちゃいますよね。やっぱり僕が本当もう人気切ってこい人気切ってこい、もうこの現場はいくらまでっていうベースがあるんで、まあその中で絶対超えんといてね、超えるなら残業絶対してこいよ、なんで超えるんだ、どうして超えたのか問い詰めちゃったりして、本当に余裕がなかったと思うんですよ。今ちょっとこれあの YouTube ねであのなんて言うんですか、あの後から寺西出とるわって多分思う子もおると思うんですけど、辞めた子で本当にそれは本当僕が未熟やったっすね。でその失敗談の一つとしてはやっぱ数字を追いすぎちゃった。で2個目はもう負荷をかけすぎましたね。関係ってあるじゃないですか、人間関係、本当いろんなね業種とか、まあ、学校とか社会に出たらいろんな人間関係があると思うんですけど、関係ができない人にきついこと言われたら何も響かないですし、ダメージでしかないんですよ。むしろ恨む、本当に恨まれてるなって思ってた時期あったんですけど、その人と関係ができてないのにお前ああ成功せなんでできんのだ、ちょっとできんかったらちょっと今日夜ちょっと話そうぜ、もう僕なかったんですよ。できんかったらもうできんかったで、もうその結果しか見てないんですよね本当僕は。本当にそれはね良くなかったことだなと思うんですけど、まあ、実際その関係ができなくてきついこと言って辞めてった子も本当にいます。本当に僕はあの社長にも言われたんですけど、もう人間クラッシャー、人潰しちゃう、僕もそれも最初何言っとんだろうな、もうこの周りはこうやってわー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 言ってるけど、俺が会社のために思ってやってることだし、みんなのためにやってることなんだけどなって思ってたんですよね。本当に錯覚してました。で一つ目が数字、二つ目が人間関係で、関係を作るのに本当に僕は時間を割いてなかったんですよ。本当にさっきの話もそうですけど、一番は数字、塗装班としての売り上げを絶対立てる、それがもうみんなの喜びで、関係ができてない、関係ができてる今だったらもうちょっと違う言い方でアプローチしたりとか、例えばその人の目線に慣れてなかったんで、その子のベースのちょっとギリ上のことを言ってあげれたと思うんですよ。例えばなんて言うんですか そのですねその子に対して求めすぎてたところが実際あるんですよ。で実際に例えばその子のレベルがこれぐらいだったら、僕はもっと自分の基準で話してたんで、俺ができるんだったらお前らもできるだろう、本当そういう感覚でいたんで、まあそれついてこないですよね。でも実際それを言葉にしとったかって言ったら、またそれまた違うんですよ。僕なんでできるのだって思ってて、その改善点も出してあげなかった、本当これ大失敗ですよね。でやっぱり職長やってて僕が一番嫌だったのは、目標は高いけど人に嫌なことは言いたくない、もうこの本当にジレンマ、ずっと葛藤があってですね、塗装職人の自分らの子分というか、その自分らの仲間を幸せにするための数字でも、その幸せの数字のためにちょっと嫌なことも言わなきゃいけない、それが本当できなくてですね、まあいいんじゃないいいんじゃないまあいいんじゃない俺って思って口には言うんですけど、まあいいんじゃないまあいいんじゃないって言って、まあお前そんなもんだろうなみたいな、もうちょっと頑張れよぐらいは言うんですけど、やっぱり本心ではなんでできんのやろうって、なんでこいつここまでしかやれんのね、
で最初なんで残業してこいも本当に言えなかったんですよ。なんで自分ばっかがどんどん背負い込んでちゃって、その後は最初はみんなに求めたけど帰ってこなくて辞める。で2回目はまあちょっと周りから言われてたんで、その言ってたこと、あ、言われたことをちょっと耳にして、ちょっと優しくなった。でも優しさじゃなくする甘さだったんですよね。自分その人に非があることとか、その人がちょっと落ち目のあることも言えない。でも数字は求めたい、言うとやめちゃう。もうほんとそのずっと繰り返しでやってきたんですけど、もう全然ダメでですね、その時がもう数字も悪い人もやめてくっていう、もう最悪の時代があったんです僕。でどん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  YouTube 見て入ってきたとかもいろいろあるんですけど、まあ、YouTube まだやる前かな、まあ、普通に求人できた子で誰かの紹介できた子、もうほんと若い目も僕が踏み潰しちゃう、踏みにじっちゃうってことをずっとやっててですね、で本当に失敗して、数字も悪い、もう本当底辺ですよね。本当職長って名ばかりで、でも自分はどっかで自分は優れてるから職長になってる、自分が一番数字上げれる自信があったんで、自分が数字出してるから職長やってるって簡単に思ってたんですよ。でもやっぱ結局職長のやる仕事って下のケアだったりとか、どうやったらこの子たちを本気にさせれるんだろう、どうやったらこの子たちを伸ばしてあげれるんだろうって悩むところが僕の仕事だったんですよ。ただそれができなかった、本当にダメなことなんですけど、もう本当それを失敗して何度も失敗してって、本当僕の失敗談で職人がどんどん辞めていっちゃう。である時ちょっと落ち着いたんですよね、その辞めるのが。でその時が本当数字悪くて、本当アドバイスもらったんですけど、いろんな人からまず身を固めなあかんのじゃないっていう、で何言っとんだろうみたいな、身固める前に数字出さんと身も固めれんじゃんって、本当にね単純ながら浅はかな考えで突き進んできたんですけど、でまあちょっとやってみようかな、騙されたと思ってちょっと話聞いてみようかなって言って、まあちょっとご飯行く機会増やしたり、いやお前本当にそういうこと思っとったんだって、まあきついことも下からもやっぱ言われましたし、でもその下から言われるってことはやっぱありがたいんですよね。やっぱあお前こう思っとったんだ、俺はもうこういう風にしか見てなかったから、ストレートでしか物吐けんかったし、押し込めとった部分もあったけど、でもじゃあ寺西さん、まあ、僕がこういう風に思っとんだったら協力してくれるって子もやっぱ出てきたんですよ、僕のやっぱ思ってることを前面に出したら。でそっからですね、ちょっとずつ変わってって、まあ嫌なこと、本当は言いたくないこともやっぱちょっとずつ言えるようになったんですよ。でそれを少しずつなんて言うんですか、日に日に増やしてたんですよ。例えば昨日ここまで行ったで、次の日ここまで行こう、でそしたらその次の日はここまで行こう、で今まで言えんかったこともちょっと冗談っぽく言ってみようとか、普段はガーンって上から押し付けてきたけど、自分を自虐して、俺もこんなんだけどお前も頑張ろうねって言って、まあ、ちょっとずつね僕の中で改善点を出してって、 もっと職人とね、自分のチームの職人とじゃれ合って、お酒も飲んで、なんだろう、そこでやっとなんかちょっとリーダーっぽくなった、まあ自分で言うのもなんなんですけど、まあちょっと自分でリーダーっぽくなってきたなと思ったんですよ。そしたら僕の行動もやっぱ変わってきてですね、残業するんだったらじゃあ自分も一緒に残業するよとか、まあなんか自分のポイントアップみたいになっちゃうんですけど、なんか本当その子の目線になって考えるようになったんで、今は本当にその子たちに自分よりじゃあその子の限界をなるべく出せるようにはなってると思いますし、そこまでそういうこと言ってもちゃんと響いてくれる関係できたなって自信持って言えるんですけど、結局どうしような、結論ね、まあ僕本当に自分が器用と思ってて、当たり障りのない生活をしてたんですよ。誰に対しても当たり障りなく、目上の人にも当たり障りなく、で下の者にもまあ当たり障りなく、それって結局何も生まなかったんで、それって僕におる意味あるんかなみたいな、別に塗装の職長なくてもいいじゃんって思ってた時期もあったんですけど、それじゃダメだなって思って、本当にいっぱい失敗させてもらいました。で辞めた人間、辞めた子たちに本当に勉強させてもらって、
あ、自分が間違っとったなってふと気づいた時にやっぱ自然と行動も変わってって、きついこと言っても響く、ちゃんと答えてくれる。で、僕の本当に最後嬉しかったのが、あのベトナム人の子もそうですし、あの僕のやりたいようにも絶対協力するわって、ダメかもしれないけど絶対協力するっていう人も現れてですね、本当にやっと味方ができたんですよ。やっと味方ができてって、ようやくあの言えることも言ってって、でそうすると細かいことをどん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 落とし込めてってなったら、やっと数字も上がってって、みんなの給料も上げれたっていう、まあ、結果ですね。本当に失敗から学ぶことの方が多いんで、今まあ職長やってる方もそうですし、あの今後職長やりたい、まあ、職人でね、あのわわわわ下で使われてるより上に上がっていきたいって、まあ、その葛藤がある人ってすごい悩むと思うんですよ。僕も本当すごい悩んでたんで、なんでまあこの動画がちょっときっかけでですね、なんだろう、まあ傷の舐め合いじゃないですけど、まあ僕もめちゃくちゃ失敗してきたんで、もうみんなも失敗してもらって、まあ、なんか生まれたらいいんじゃないでしょうか。はい、ということで僕のあの失敗談でした。はい。で、まあ、今ちょっとあの現場の方抜けてですね、あのも代わりにちょっと職長を立ててですね、その人に引き継いで今ちょっと一生懸命頑張ってるんで、僕も本当自分が失敗したもんで、あのその人も多分失敗していくんだろうなって思いつつ、まあでも本当に力貸せるとこは本当貸してやっていきたいと思ってるん で、 YouTube の方もちょっと本当にね、僕やるとちょっと数字が今悪いので、あのなんとか数字盛り上げて、あのあ手がいいし、あいつ頑張っとんなーみたいな感じでね、辞めた人からも思われたらね幸いです。はい、もう本当にね、ぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いします。はい、ということで僕の失敗談でした。また見てね、頑張ります。